バイエルン公、フランツ・フランツ・ボナ・フェントラ・アーダルベルト、マリア・プリンツ・フォン・バイエルンは、ドイツの旧諸公家門の一つ、ビッテルスバッフ派家の課長。家徳を継承した、翌年の1997年により、バイエルン公を称する。1918年に退位した最後のバイエルン王、ルート・ビヒ三世の着刑の彦である。バイエルン公・アルブレヒトと、その最初の妻で、 クロアチア貴族のマリア・ドラシコビッチ・フォン・トラコシちゃん、伯爵夫人の間の長男として生まれた。両親の結婚は、帰遷結婚とされたが、1949年5月18日に、対等結婚として承認された。バイエルン王国の王家であった、ビッテルスバッハ家は、ナチスドイツ体制に反対しており、フランツの父アルブレヒトは1939年に、 最初を伴ってハンガリーへ亡命した。一家はブダペストで4年間暮らした後、1943年末にショムローバール城に引っ越した。ナチスは1944年3月にハンガリーを占領すると、同年10月6日に11歳のフランツを含むバイエルン公一家を逮捕し、オラニエンブルク強制収容所やダッハウ強制収容所に送り込んだ。 1945年4月下旬、一家はアメリカ合衆国軍第三軍によって解放された。フランツはベネディクト会の経営するエッタール修道院にある付属学校で中等教育を受け、ミュンヘン大学途中立ヒ大学で企業経営を学んだ。フランツは現在、キューバイエルン王家の夏の離宮であったニンフェンブルク宮殿の一角を住まいとしている。フランツは 現代美術の収集に情熱を注ぎ、そのコレクションの多くは現在、ミュンヘンのピナコテイクデアモデルネに永久対応されている。フランツは、セイギョルギウス騎士団、セーフーベルト騎士団の総長であり、また、ミュンヘン大学の理事やバイエルン科学、人文学アカデミーの名誉会員をも務めている。フランツはまたバイエルンにある多くの生俗領海の初団体で名誉職にある。フランツは未婚であり、 彼の死後は弟のマックス・エマヌエルがバイエルン王系課長を継ぐ予定である。しかしマックス・エマヌエルにも男子がないため、課長位はフランスの重帝にあたるルートポルトとその子孫が継承することになる。イングランド王及びスコットランド王チャールズ一世の着刑子孫でもあるため、ジャコバイトから正当なイングランド王及びスコットランド王フランシス二世、フランス王 フランスは二世とみなされるが、当人ーーはこれらの王位に何らだ関心を抱いていない。事務局長のマルクス・ベヒトルスハイム男尺は、公尺はこの問題について、自分と関係のない完全なる、英国の問題だと考えているため、コメントしませんと2008年に述べている。ジャコバイトの主張するイングランド王位は、弟、マックス・エマヌエルの長女で、リヒテンシュタイン公正史夫人のゾフィーとその子孫に、 受け継がれることになるありがとうございます